こんばんは、足立です。今日は2つのことを2つにして1つのことを私の意見として述べます。そんなの許せないというのであれば場外で聞いたりしたいと思っております。今映画見てもらいましたけれども、この映画を作るのにスタッフかキャストで食われと、まあ、キャストで一番難しい教会士、牧師さんですね。牧師さんの役でやってくれというのを大島さんから提案されて、なぜだって言ったら、日頃から一番難しいことを言ってるのはお前だから、それがちょうどいいだろうという程度の意見しかないと。で、あの映画今ご覧になったら分かるように、それこそ後でちょっと言いますけれども、国家という共同幻想をなんとか国家の体制として支えるために作ってある法律とか軍隊とか警察とか、そういったものの一番末端で夜間大学での保安課長っていうのに私憧れまして、もともと酔っ払うと暴れるだけの私の集団を見てるから、教会士が映画の中でそれ以外に暴れて酒癖悪いからお前にちょうどいいというのもあったようですけど、私は保安課長をやりたいと私の方から希望しまして、それまで素人が何人かとプロが何人かで全部の役柄決定しようとしたんですけど、誰も保安課長っていうのを実はやりたがっていなかったと。それが解決したので、スムーズに全てがうまく確定できて撮影に入ることになったんです。で、なんで私が保安課長をやりたいのかっていうのはもう言わなくても分かってると思うんですが、やはり死刑という制度は国家という共同幻想がない限りね、共同幻想だったら何も吉本十名さんだけの高明さんだけの先輩特許ではなくて、人間っていうのは歴史の中でも、あるいは歴史を積み重ねる中でも、そういった国家とかそういう権力という共同幻想を作らないと生きていけないという歴史が国家というものに凝縮しているわけですね。じゃあここに出演している検事をはじめ、あまた死刑執行するまでの官僚スタッフ、これは何かって言ったら、そういった国家が共同幻想でしかないものをですね、実体を持たせて国家の意思っていうものを司ろうとしている極悪人なわけですよね。だからその極悪人の中でも、実際にリチウムフっていうのを R としか表現しませんでしたけれども、リチウムの首に縄をかける役っていうのを僕はやることで、逆に国家に復讐してやりたいと思ったりしたことが内部にありました。いずれにしても、そのように今死刑の問題、あるいは死刑っていうのは国家という共同幻想とそれを司る法律の名において官僚システムが殺人を行っているだけであると、これは非常に簡明にその通りなわけですね。じゃあなんでそういう具合になるのか、それはやっぱり犯罪を犯す人の背景があるように、官僚として生きることによって生活をつないでる人々があるように、つまり共同幻想に向かって全員が犯罪者であるということが基本にあるんじゃないかというのが、この映画では主張したかった内容として僕の方は理解して共同しました。特に最後の処刑されるべき者が無罪を主張した場合に、処刑することはできないのかできるのか、あるいはどうなのか、つまり犯罪も想像力の中で犯したということであれば、処刑する側も国家という想像力の力によってしか処刑できないと、それぞれが現実を持っていながら、そういう共同幻想を相互にぶつけ合うだけの本当に無残な殺人行為というのが死刑だというのを、まあ、描こうとした。いろいろハリウッド映画やヨーロッパの映画、日本の映画もあります。今回特集で上映されているあまたの作品も、そういった死刑になる、あるいは冤罪、あるいは国家権力が何かという、その
端々にあるリアリティを描いているんですが、この絞首刑ほど関連的に死刑の問題を扱っているものは、私もあの多少映画をいっぱい見てるんですが、ないんですね。つまり国家というこの幻想と向き合うためには、そこまで抽象化しないと語れないというのが大島の監督する意図でもあったわけです。ですから R という名前に代表されているあまたの犯罪者、犯罪者はその犯罪をいかなるものとして行っているのか、特にリチウムのケースを勉強した人がいっぱいいました。この脚本を書いている大島、田村、佐々木、あるいは深尾道天さんという人も加わって、その方が最終稿を書き終わった時に、そう言われれば死刑場というのが分かってないというので、その調査を始めたんですね。そしたら具体的な記録は世間にはなかった。だけど非常にラッキーというか、そういうのが大島渚さんの才能でもあるわけですが、もともと十何回と死刑に立ち会った検事、その方はもうお亡くなりになってるから名前出してもいいと思うんですが、向井さんという検事さんが、実はもうその処刑した自分というのを引き受けて、どうやって生きれるのかっていうんで、もうお坊さんになってたんですね。でそのお坊さんのところに勉強に行って、その死刑の実際の行動がいかに行われるのか、あるいは刑場というのはほんのくないだまで、本当にあの国家というのは共同幻想であり、その幻想を法の名によって自分たちは粛々と実行しているだけであるという、自分たちが罪を犯しているのを隠すために死刑、死刑場、その他についての具体性というのは一切隠されてきたわけですね。それらがインチキなあの元女性の法務大臣、死刑反対でありながら最後は死刑に署名していくようなインチキ、この人もだから国家という共同幻想に組みしてしまったわけですね。ですからそういう内容が分かってない中で、この向井さんというお坊さんにすでになった、自分の庭のようにそこで何度も処刑を見ていた検事さんに詳細を聞いて、それをまずそこを描くということから全部やり直そうというので、それまではあまたの死刑囚や死刑の問題に関わるリアリズム映画とほぼ同じ内容、あるいはもっとリチウムさんに突っ込んだ内容で素晴らしい脚本でもあったんですが、そういったものよりもやはり死刑そのものをむき出しに問いたいということでこの映画を撮ったわけです。最後に大島が、君も処刑を認めるなら君も犯罪人だよという代わりに、これを見て死刑反対をやってくれというようなメッセージを本人の声で入れてますが、私はこの映画の予告編作って、彼を、大島渚をあの処刑の縄に吊るして、彼にいかに死刑反対かという演説をさせたのが実は予告編だったりしてるんですけれども、そういうような当時の中では最も死刑のシステムについて正確にやろうとしたら、ああいう関連的な訴え方になった。だから皆さんもあの R が自分が犯した罪を引き受けれるけれども、それを処刑するのは国家という何にもない、本当は光でもない影でもない、そんなものに実体を与えている我々人々、それはあの代表としてはあの検事をはじめ、国家権力を自分たちが代行していると思っている人々がやるわけですからね。実は実体もないのにそこからやっていく、その人たちについて自分は死刑を引き受けてもいいと、ただしそれを処刑するのが国家なら私は処刑される必要はないという立場にしっかりと戻ったということがありますね。ですから非常に私自身も感動しながらこの映画の一俳優として出ました。でこれは随分前の映画ですから、今この映画に関連した人、生き残っている人は本当に少ないです。ただ処刑された人はいない、ね、みんなそれぞれ自分の仕事を全うしたり、その途中で亡くなっていったりしています。今生きているのは本当 R を演じたユン・ユンドウ君、あるいは
春のお姉さんをやった小山さん、それから自分家を全焼させたけど元気に生きてる松田正夫さん、それに私ぐらいしかいないんじゃないかな。監督。監督も生きてらっしゃるけれども、非常に危機的な状況で、あまり言いたくなかったんですね、そこは。次の新しい映画を作ってほしいと思って、私も長年日本不在にしていたので、帰ってくるなり話しに行ってたんですが、今すぐ作れないのが悔しいと嘆いてる姿を見て、もうそれで十分だと思ったりしました。いずれにしてもこの映画の素晴らしいところは、実際に国家論、それから死刑廃止の問題、あるいは在日朝鮮人の問題、あるいは日本国家の歴史の問題、そういった幾多の大きな課題があるんですが、それを一つにくくるような犯罪でもあったわけですね、リチウム事件というのは。と同時に、それに対応するためにはどうしても観念的に難しいと言われても、こういう作り方で全部入れて、最後リチウムが出ていこうして、 R が出ていこうとしてドア開けたら、見た実態はなんだこれ、光でしかないやないかと。ちょっと足取りは重々しいですけど、それで殺すのはお前たちだという具合に分かった時に刑を引き受けているだけと。ただし国家が有罪というなら私は無罪だと最後まで主張し続けた、この気持ち、心意気、非常に私もこんな素晴らしい映画監督って大島のことを知ってたんですけども、それを何本か一緒にやったりして、それもまた面白い映画だったりしますけれども、本当に死刑問題と向き合った半年間っていうのは、今その後死刑反対運動もいろいろな姿を取ったり、変遷もありますけれども、今まさにポピュリズムでね、国家という共同幻想に向けて、今重点的には被害者の意思というのを表に立てて、つまりこれは復讐せよと、国家の名を借りて復讐せよということを宣伝して回っているのが現在の司法制度であり、いや、私もゲリラやって犯罪者だったから、司法制度とか国家権力っていうのは潰したろうと思ってたんですけれども、そういうレベルではなくて、本当にどうしようもないものが国家共同幻想、それを基盤にして人々を死刑にまでするという、この一連の問題をですね、ここまでやったんだから、今の人々が見て非常に斬新で新しかったと思うんですよね。つまり今皆さんが主張していることはこういうことだと思うんですね。で、だから具体的に言えば、被害者意識を僕は悪く言うつもりありません。復讐したいっていうのもあるでしょう。じゃあそれを盾に国家の意思をもっとズバリと生かそうなんていうね、たかだか法の番人の顔をして国家を、権力を対抗する、このやり方自身をやっぱり批判していかないといけないと思ってます。もう少し映画の話もしたかったんですが、このくらいで今日はやめておきます。